建物自体を、建築自体を公園にしたらいいんじゃないかって、うん、アイデアを出して。まさしくもう、柏君がやりたいことをプレゼンしただけっていうことなのよ、本当は。いや、藤本君が、うん、いくつか模型作ってて、うん、だから階段のがあったのよ、うん、階段好きだからさ、うんうん、これいいねとかって言ってた、うんうん、でも登らねえなこれじゃと思って、うん、で登る理由を考えようって言って、うん、そしたらじゃあ世界一長い滑り台があったらいいんじゃねえのって言って、うん、あんのそこから世界一長いのそれ長くない長いのね作れなかったのああそうそれで、うん、じゃあここ階段を全部公園にしようって言ってへえ村上さんボルタリングやるいややだよくじくとやだもん俺そうそうやんない方がいいかもしれない滑り台やる？やんない。そう階段だけあってもさ、結構段数あるから登ってくんないだろうなと思って、うんうん、一応こういうコンテンツ、パ、うん、まあ公園にすれば、うん、みんな一番上まで来てる。めちゃくちゃいいアイデアだね。で横浜も一望で。うん、いいじゃないですか。しかもさ、一望できてデートもできるんだよ、ここ。そう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 。ね。そう。すごくいいじゃん、まあ、なんかいろいろイベントもできるしさ、うん、なんかペインティングしたりとかさ、うん、やってるいろいろそういうのもやっていこうかなと思ってこれ嬉しいな子供がこうやって使ってくれて、うん、いけーっつって、うん、おすごいすごいすごい座りますか、うんまあ、柏くんといったらもうじゃあ階段ってことじゃないですかもう今もうたまたま何個目これで2つ目階段階段2つ目ですよあそうなの、うんまあなんかこうお店を、うん、まあここアートそういうなんていうのこうこれからほらそういうブランドみたいなのをこうなんか社会に開いていかないとさ、うん、いけないのかなと思って、うん、やっぱり一番最初の展覧会のプランを見ていただいて荒野の白馬鹿ってやることがよくわかりましてそれをねやっぱりこうやっぱこう実際のお仕事を回るとですね感動がひしひしと湧いてまいりましてだから言ってみればですね美術館がこうやんなきゃいけないのはやっぱりこうちょっと高めのツアーバスを引き立ててですね横浜までの日清とここだけでもねツアーするじゃないですかなるほど、うん、現物をそれで帰り浅草に寄ってね、うん、寿司で食って解散と、うん、そういうツアーをやってみんな売るんですよどうですかこれいいねそれで草と柏を感じる回ですよいやそういうそうしないと感じられない感じられないやっぱりこう柏さんが美術館に入って最初のね話をし始めた瞬間にデザイン論自分とは何か論になっていっていきなり世界が小さくなるしかし仕事になるとですね仕事を通して世界とどうやってアクセスするかっていうことになっていって自分は一つの入れ物になるんですよ、うん、だけどその柏さんの良さはやっぱ入れ物をやっぱこの入れ物というかななんていうかな入れ物を見つけてそこにこう食材を入れるのかそれともそれ料理するのか分かんないですけど、うん、なんかそう開かれたことなんですよね、うん、それが非常に新しいというか、まあ、それが一つここまで長年生き残ってる理由というか、まあ、死ぬまで、ね、仕事ありそうじゃないですかやっぱり柏さんの良さというのはその人間に憑依してその人間を通して見た世界っていうのを自分なりに咀嚼して、まあ、柏さんがデザイナーっていうバックグラウンドがあったりあとそのさっきね言った建築の素養があったりしたので空間だったりビジュアルに展開してってあげてクライアントに見せてあげるとクライアントがそうだと理解するというねそういうことでどんどんこう世界が広がっていくっていうねだから飽きが来なくていいですよね、うん、一人のデザイナーだと飽きちゃうもんね、うん、見てて、あこれねみたいな、うん、でその飽きが来ないようにさせるためにはさ時代のパクリをしなきゃいけなくなっちゃうじゃんそれもまた悲しいしねそれバレちゃったりしてお仕事がなくなるわけじゃないですか、うん、そうじゃなくてクライアントが持ってるやっぱりビッグビジョンをちゃんと風呂敷広げてあげて綺麗に包んであげてうん、パッケージしてあげるっていうのがまあ特性でしょうな、うん、やっぱりこう子供ってさ、うん、今柏君が何度もいや子供遊んでくれ嬉しいな嬉しいなって言ってたけど、うん、すごい試金石じゃん、うん、
子供って嘘つかないからさ、うん、面白くなかったらいないもんね、うん、だからそれちゃんと素直に子供さんたちが遊んでくれてるっていうのはいやすげえ嬉しいですね。超嬉しい、うん、そうね、まあでも村上さんはやっぱり、うん、意外に30年も付き合ってるしさ、うん、まあ場合によっても世の中で一番佐藤柏さんを評価してる人だと思う。いやありがとうございます、うん、一番評価してるんだけど、なんつうかな、やっぱり評価してるところがさ、うん、目に見えてるところじゃないからね、うん、やっぱりこうクリエイティブの中核っていうかさ、それ一番嬉しいですね。だから柳井さんとかさ、みんなクライアントがさ、柏さんにふわっと来ちゃうその中核とは何かっていうのは、うん、やっぱりスケール感だと思うんだよね、うん、本人が持ってるとか仕事を見た時に感じる、うん、そこだからさ、スケール感ね。展覧会でもやって、うん、じゃあ柏さんはどうなんですか今。まだやり終わってないですけど、今構想中で。いや、うん、やり終わってない。そうね、うん、まあでもなんかだからクリエイティブ、まあそもそも、うん、なんていうかな、まあでも結構悩みましたね本当に、うん、何を見せたらいいんだろうってさ、その、うん、いろんな側面、ほらグラフィックデザインもあるしさ、まあ、クリエイティブディレクションってこと自体がさ、すごくまあ、かなりビジュアライズするのが難しい、まあ、いろいろビジュアルを作ってるんだけど、本当はその背景みたいなこともたくさんあるんだけど、まあそれはどうやったら伝わるのかなとか。今回はそっか、じゃあビジュアル点なんだ、うん、どっちかっていうとね、うん、割とそういうふうにまとめましたね。だから要するに、うん、未来というよりは今まではこういうパッケージだったよっていう、まあ自己紹介ね、うん、そうだね。まあ今回ね、イントロダクションですよね。イントロダクション、イントロダクション、まず第1回、まあ、ここからですから、うん、まあ、第1回目ということでね、第1回目、うん、まあ、だから昔の仕事を見て懐かしもうと、はい、ね。で今からのフューチャーあるの、あれって、なんか最後フューチャー、うん、まあ、ナウアンドゼンあるの、まあ一応なんかさ、うん、最後のブルーのやつとかさ、ああそうかそうか、うん、アートっぽいやつね、アートっぽいやつ、うん、まああとはそうですね、うん、うんうん、まあでもいろいろ今回のこれでちょっとまたこれで世界にいろいろ展開できたら面白いなと思ってるんですけどね、うん、いやでも今日は良かったですね。日取りもなんか、いや良かったです、ドッピー感じゃないし、うん、暑すぎないでちょっと ね、天気も雨が降るわけでもなく、うん、ね、素晴らしい。いやここでもいいよ、本当気分が良くなるから、まさに空間がクリエイティブじゃないですか、うん、素晴らしいね。ありがとうございます。僕もちょっと今度家族と一緒に来ようかな。はい、滑る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 結構滑った。滑ったね。